もしもし。もしもし。小枯れ。ヒロくん、ヒロくんだ。久しぶりだな。久しぶり。久しぶりっていうか、まあ、話すのは初めてだけど、そうです、ね。一番最初に協力やったのはヒロくんだからな。これ YouTube で。うん。そうですね。だって、あの時俺、あれでしょ、確か、天罰一緒に行ってたんだけど、そうです。黄昏で募集してた。そうです。あれ、人が集まらないなとか言って。いや、でも俺、あれか、結構天然だったからな、あれ。そうです、発揮してましたね。やばかった、ビビったもん、自分でも。いや、久しぶりだな。久しぶりですね。でも、動画はいつも見てましたよ。マジで？はい。嬉しいな。面白かったでしょ？面白いです。面白さは本当に。面白さはやばいよな。面白さだけが、まあ、取り柄みたいなとこあるからな、本当に。うん、やばいね、ちょっと待って、これ、イベント来てんじゃん、なんか今日。そうです、来てますよ、なんか。うん、あの、ラーウェイ。ラーウェイ、ラーウェイいらない。ラーウェイ強いの？ラーウェイ。微妙でしょ、これ。微妙じゃないですか。ねえ、なかなか微妙。てか、ヒロ君、なかなかあれだな。結構、俺に負けず劣らずの結構、イケボイスしてるな。本当ですか？これやばい。だいぶ結構女子殺到する声だ、多分。本当ですか？うん、これ多分やばいと思う、俺。ちょっと男の俺でもちょっと来てるもんな、だいぶ。ただ、ゲイではないから、ちょっとその辺はちょっとあのね、あんまり勘違いしたら困るんだけど。あ、わかりました。わかりました。やばい、詫びジュエルがすげえんだけど。あ、25個ですよ。え、あと違う、状態異常の燃焼の不具合の詫びが来てる。あ、本当ですか？何これ？やば。いいなぁ。え、これさ、ラーメンのイベントって協力できんの？これ。これできないです。あ、できないんだ。はい。なんだよ。あ、じゃあやべ、55個溜まっちゃったんだけど、どうしようかな。あ、僕さっき50個溜まって引いたら、うん。あーって感じでした。え、ダメだった？武器ガチャ？いや、キャラ。キャラです。キャラかぁ。キャラなぁ。ショコタン。いや、普通の方行きました。あ、普通の方行ったんだ。はい。なんか欲しいのいた？普通の。普通の。うん。カスミとキララ欲しかったです。あー欲しいな、俺キララ欲しいな。欲しいですよね、キララ。キララ強いらしい、しかもかなり。あ、本当ですか？聞くところによるとだいぶ強いらしいよ。うん。最近出なくて。ちょっと俺今、回していいじゃん。あ、お願いします。うん、ちょっと初の試みだけど、ちょっと普通に回したくなっちゃった、今。あ、ちょっとヒロ君の敵取りに行こうかな。あ、お願いしていいですか？うん、ちょっと、え、待って、ちょっと誰か来たんだけど。すごい、ちょっと行くわ。ごめん、ヒロ君。お待たせ。お帰りなさい。え、聞こえてた？今の。聞こえてないです。いや、ピンポンなんか聞こえてました。マジかよ、と思って。え、NHK の受信料が来やがった。本当に。かなりリアルがいる。NHK の受信料来たんだけど、ちょっとどうしよう。今、普通に待たしてきたからな。ちょっと今無理なんで、すいません。本当ですか？うわ、これちょっと幸先悪すぎねえか。最初結構アクシデントが。ガチャ回す前にこんなことある普通に考えて。ちょっとじゃあ、ちょっと今、ちょっとテンション下がっちゃったけど、引いていこうかな。NHK の受信料なんかやだなぁ。あー、銀だ。マジか、これ。あと一回で、あと一回でやめとくわ、もう。もうこれ、ちょっと悪い癖が出るから。はい、課金動画になっちゃうから。はい、やめます。え、武器ですか？うん、武器。あー、武器は闇ですよね。
武器きついよな、ほんと。もう一回やっちゃったけど、きついよな。やっちゃった。なんなんだろうね、武器ガチャって、ほんとに。うわ、もう全部銀だもんな。これちょっと笑えねえんだけど、ほんとに。ちょっとまあ、やっていこうかな、なんか協力で。そうですね。え、どこ、なんか行きたいとこある？行きたいとこ。それか、前回のリベンジも兼ねて天罰に行くかっていうのはあるよな。久々の。ワンチャンありますね。ワンチャンありますよね。はい。前回負けたからな、天罰、やっぱり、二人で行って。そうですね、うん、結構、まだそれ忘れられてないんで。わ、そう、俺も結構ね、あの時の苦しみちょっと忘れてないからな。天罰で星8なんだよな。いつも星7と勘違いするからな、これ。あ、そうですよね。うん。なんか。24243。24243。はい。やっぱ NHK 受信料って払った方がいいかな。NHK 受信料ですか、うん、俺見てないんだけどさ、NHK。あ、見てないですか、見てない。NHK 見ることある？だって。ないです。ないよね。はい。なんかちょっと払うのアホらしいんだよな、正直。それ、そうですね。でもまあなんか義務らしいよね、あれね。あ、そうなんですか。そう、なんか払うの義務らしいけど、なんか最近の日本人はね、払ってない人が多いらしいよ。聞くところによるとね。ああ、うん、でも払ってないです、多分。俺も払いたくねえもん、今。普通金持ってねえって言おうかな、普通に。あ、すげえ、受験完成したんだ。行こうか、行こうか、これで。行きましょうか。これ勝てる、これ。ちょっと待ってください。うん、オッケー。オッケー。オッケーです。お、ディオニス。俺もう支援完璧にするからな、本当に。あ、お願いします、本当。うわぁ、せっかくのヒロ君との協力の前にチャチャが入ったな、本当に。マジやめてほしいんだけどなぁ。なかなか面白かった。いやでもね、よかった。まだ、下の住人のクレームじゃなくてよかった、本当に。それ結構悩えるから、マジで。笑えないですけど。うん。結構部屋でね、歌ったりとかしてると結構やばいわけよ。あ、本当ですか。うん、結構クールからな。ディオニス硬いよな、本当。硬いですね。うん。この前、前回画面飛んだからな。思い出したけど、この辺でも画面飛んでたの。やばいかった、あれは。あ、今回結構画面が結構ね、全然カクつかないな。あ、本当ですか。うん、結構超調子いいよ。俺のサポートすごいでしょ、結構。やばいですね。いや、バグもあるし。やばい、そう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 。あとこのタイミングね、この、かけるタイミングがもう絶妙すぎて、腰抜かすよな、ほんとに。全然前回と、余裕ですね。いや、結構な、ヒロ君が、あれで、あの、YouTube に、俺 YouTube 始めたとき、結構、ヒロ君が結構初めてと言ってもいいぐらいの多分、ファンだよな。あ、ほんとですか。うん、だって、YouTube のコメント多分一番最初にしたのヒロ君じゃねえかな、わかんないけど。いや、でもほんと、もう、だって、あれでしょ、あのさ、ベイマックス君がいた時もだってやってたでしょ。やってました。いいですか。いや、ベイマックス君だいぶ元気だからな、多分。いや、会ってないからわかんないんだけど。ほんとですか。そう。いや、彼、ガレ当ててるからな。そう。あ、なんか見ました。うん。ガレ当ててた。そう、でもガレ当ててるから連絡取るのやめたんだよな。もういいやと思って。結構ベイマックス君との絡み面白かったっしょ。めっちゃ面白いです。タップ音がすごかったんだけど今。怒涛のタップ音だったよ今。結構やばいやばい。すごいな、だってヒロ君あれでしょ、ヒロ君も結構無課金でしょ、これ結構。そうですね。ね。今のところ。だってサブアカウント結構持ってるもんね。はい。ちょっと。それ結構賢いやり方だよな。サブアカウントを普通で持ってガチャ欲を抑えるっていう。そうです、ちょっと満足しちゃうみたいな。うん、いいな、それ。結構、俺、ちょっと、俺もさ、今心見てんだけどさ、俺ダメなのよ。
サブアカウントでいいの引くと心折れるタイプだから。ああ、なるほど。そうそうそう。この前な、星を2回連続で来て結構ないだからな。あ、本当ですか。うん。で、武器も、昨日一発だけ引いたら、星4武器が出たから、あの、ダーベイの武器。あ、本当ですか。うん。結構ね、萎えちゃったな。ありますよ、それは。やばいやばいやばい、これやばい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 これ、うっそーどうしたどうしたの、なんでもない。ね、ちょっとさ、ゴリラの回転はもうやめてよ、ほんとに。それはやめよ。それはさ、死んだことにならないでしょ、あれは。そうですね。あれはな、ちょっと違うもんな、普通に。だいぶ事故ってましたね。いや、マジでな。ヒロ君にはものすごい申し訳ないんだけどな。はい。NHK 受信料がやっぱだいぶ王を引いてるよな、ほんとに。俺のテンションいまいち上がりきらない、この理由。NHK 受信料って。受信料のせいで結構、結構いろいろ今慣れてるから、だいぶ。なんなのよ、あれ。ほんと。マジで？やべ。先にあいつ始末します。そうですね。あの、ミノさんがちょっとだいぶここ、ねえ、あいつの結構放置しとくと、あいつをね、ちょっと、ご乱心させちゃうとやばいから。あれだいぶ事故ります、あいつ。そう、あいつやばいからな。やばい、このゴリラ、マジ俺を狙ってやがる。いくらイピテルが可愛いからってさ、もうやめてくれない、ほんとに。俺のイピテルをあんまり狙わないでくれ、ほんとに。イピテル、めっちゃ羨ましいっすよ。イピテル結構強いからね、ほんとに。あ、でも前すごかったですよ、前の動画あれ。何？え、なんか。うん。あ、一連で。あれすごいよな。あれやばかったです。俺。あれな、てか、あそこで俺結構、あれぐらいの引き来なかったら、結構、マジで結構やばかったから。本当にやばかったの、もう、テンションが。そりゃそうでしょ、あれ。なるよね、あれ。あれなりますね。うん。だってあれ結局、1万5000円ぐらいぶっ込んで何も出なかったからね、本当に。結構あれでしょ、そうしたらやめる危機でしょ、普通に。そうですね。広くなったら結構放置かかるでしょ、普通に白猫。普通に多分モチベーション高さがりですよ。うん、ねえ。あれ、泣きの呪霊やっといてよかったもんな、本当に。しかも欲しいの2体出る。そう、あれすごいよな、結構。あれすごいです、なかなか。俺多分あれコイン拾われてんじゃねえかなと思って、マジで。こいつにやめられたら課金されなくなって困るということで、出された感じするよな、あれ、本当。あれ、それぐらい。それぐらいすごかった。それぐらい。え、しかもあれ2連チャンぐらいで来てたよな、感覚開かないで、もう、パンパーンと。あ、そうです、うん。いや、あれ結構な、俺今までで多分一番いい引きだったな、あの10連に関しては。あの10連、そうです、もう普通に良かったですね。でもまあ、たまにはさ、あんなこともないとさ、ちょっと、こう、きついよな、ほんとに。あの、見てくれてる人がさ、爆死期待してますとか言うんだけどさ、いや、それは毎回爆死は無理よ、それ。てか、なんだろう、どちらかというと、この前のやつも割と爆心な方だよね、多分。あの10連含めたとしても。結構きつくない、あれ。武器ガチャにだっては星のゼロだからな。そうですね。なんで回したんだろう、あれ、武器ガチャ。結構言ってたよな、あれ。結構言ってましたね、カツカツ。結構言ってたよな、武器ガチャ。でね、あれ、分かったんだよ、あれ、結構。見てくれてる人がさ、いや、5連がいいですよ、とかさ、言うんだよ。はいはい、単発の方が来ますよ、とか。やっぱな、はい、関係ないな。関係ないですね。で、何でやろうと、来ないときは何しても来ないな、本当に。これ、ほんと思ったわ、もう。もうな、あ、すげえ、てか、何気に普通にクリアしてんじゃん、これ、二人で。はい。やばいな。ノーコンでクリアしたな、本当に。そうですね。しかも、本当に、広くに限ったらノーコンだからな。すごいな。サポートがあったんで。まあ、確かに、この、お嬢ちゃんのサポートがね。はい。いや、でも、ショコタンガチャちょっと回しすぎたな。割と、なんだかんだ言って、最初の方はあんまりやりきなかったんだけどさ。そうですね。なんだかんだ回しちゃったな。チャグマに控えてたんだけど、本当は。うん。なんせあれでしょ、だってチャグマ引っ張りすぎでしょ。それです。それですよね。それです。チャグマ、このショコタンのやつぶっ込まれて、チャグマで良かったんじゃねえかな。本当なんか。本当に。やり方が。引っ張りすぎだよな、本当に。はい。次どうしよっかな。4人、どこ行く？なんか、もう今度広く決めていいよ。どこ行きたいか。本当ですか？ああ、いいよ。どこでもいいよ。
大玉するよ俺は。え、てかあれストーリーは終わったの？ストーリーです。島、うん、島でもいいしね。てかどこでもいいしね別に俺。うん、あ、本当ですか？うん、どこでもいいよ。ちょっと今僕八島の、うん、ちょっとトラップ系、トラップ系、特定の位置に到達みたいな。ああ、それ行こうか。じゃあ、はい、お願いしていいですか？うん、それ行こう、それ行こう。もうね、協力、そういうのもたまにはないとな、本当に。ああ、うん、それはそれで面白いからな、本当に。そうですね。うん。29924です。29924。はい。わ、これ4人か？そう、4人使えるんだ、これ。絶対勝つわ、これ。4人使えるなら。いやー、最近フローリアがお気に入りなんすよね。僕。あー。フローリアだいぶやばいからな、ほんと。カチコチよ、これ。あ、ほんとですか？カチコチ。うわ。チビタよ。チビタです。てか、黒猫の彼結構持ってるよね。すごいな、無課金でこれは。よし、行こう。はい。え、これ何？ミッション、サブミッションは何？敵の全滅？違うか。宝箱全部オープンと、うん、と、一人も倒れると敵の全滅です。オッケー。一番あのや楽なやつだね。そうですね、うん、トラップとかさ、何状態異常はさ、本当にやってもらった方が早いよな。本当そうですね、うん。状態異常とか。状態異常マジでだるいもんな。最近状態異常系のモンスター多いっす。そうそう、おい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 。ていうか、このチェスみたいなスタンプがマジでだるきてな、本当に。チェス、あはは、あれですか。あいつマジだるくない？あれクソだるいっす、ね。クソだるいよな。ほんとに。ていうか、あと爆発するやつね、あれ。あてかね、8島目のキャラね、なんだかんだ全員だるいわな、本当に。え、もう全部終わりました？全部終わった。もう今、9島目待ちよ。俺は。マリオネットとか結構だるかったな。あー、まだ、みんな言ってますね、だるいって、うん。え、マリオネット2体クリアした？してないです。あ、そこ行きたかったな、一緒にな。それ。まあでも多分出てないと思うんだよな、まだ。そうなんですね。そうそうそう。え、これを。ごめん、俺もこの辺ね、あんま覚えてないんだよ。クリアしたけど、ここ結構ごちゃ、ややこしいんだよな、ここ結構な。くそややこしいです。くそややこしい。そうそうそう。あ、行った。待って待って、なんか、え、これどうすんの？え何ここ、あの宝箱が取れない。あ、これ、リオネでやろう。よし。これ結構時間かけてさ、はい、島のクエストやるじゃん。一つのクエスト結構もう、八島とか時間かかるじゃん。はい。うわ、やった全部サブミッションクリアしたと思ってさ、クリアした時にさ、王冠一個とか取り忘れてたらさ、超だるくなんで。超だる、また行かなきゃいけない。そう、超だるいよな、あれ。絶望だもんな、あの時俺結構。それめっちゃ怒る。え、あれ？あ、行った。え、これえ、もうこれ多分全部行ったんじゃん。なんかこれ火、ろうそくの火がつかないんですけど。嘘？炎属性で攻撃してる？あ、炎属性で攻撃なんですか？そうそうそう、炎属性よ、それ。炎属性？うん。待って。あ、無理だ。炎属性持ってない。持ってないです。届くかな？てか、そこどこ行った？そうやって、そこどうやって行った？それ。あ、行ったじゃん。あ、行きました。うん。クリア。待って、サブミッションクリアできてるかな？多分できてますよ。できてる。いいな、アリス。強いよな、ほんと、リスって。強いです、ね。うん。よし、もう、どんどん行こう、どんどん行こう。どんどん手伝うよ、俺は。ほんとですか？ああ。え、古賀さんとこから、うん。マリオネット行きます？ああ、俺のところから行っても、多分、ヒロ君の、クエストクリアしたことになんないよ。いや、一回行ってみたいです。あ、そうなんだ。じゃあ行こう。はい、うん。マリオネット2体でもほら、拳のイベントとかでも出たじゃん。あ、そのステージをやってみたいってことね。そうです、ね。あ、オッケー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 。まあ、結構、俺、
今では多分これ二人協力できるようになったけど、前な、できなかったんだよね。ああ。そう、協力できない仕様になってて、やべ、間違えてメルリンと言ってた。好き、これだ。今確かできるようになったはずなんだよな。いやー、できるんだよな、多分。できるかな。俺もさ、ここで今初めて確認するからな。ああ、いけると思うよ。あ、これできねえじゃん。できねえじゃん。なにこれ。あ、できた。できる方があったわ。できる方があった。そう、やろ。できる方があった。いきましょう。38346。はい。まあ、予習ということでね、ちょっと、やっておこうか、はい、これ。これなんだよな。そう、これなんだよなっていうクエスト面。よくわか、俺ら、あの、ストーリー全部スキップしてるからよくわからないのよ。俺もスキップしてます。全スキップしてるから、俺。はい、見て、てか見るのがちょっとだるくてさ、本当に。早くやりたいわけよ、もう。そうなんですよ。あ、そう、ここもう、ここで終わりよ。ここのステージで。本当ですか？そうそうそう。特定の敵を確かこれも、だからな。違うわ。え？ここで終わり、ここで終わり。このステージでもう進むことないわ。本当ですか？いいなぁ、アリエス。しかもそれ、あれじゃ呪いのやつじゃん。超強いっしょ、はい。いや、でも僕、下手くそなんでめっちゃ。俺も。被弾するんですよ。俺もだよ。だから俺ね、正直ね、その拳のね、武器ね、取ってもあんまり意味がないっていう。めっちゃリスク大きい。リスク大きいから俺、あれだもんな、開始5分で大体ペロってもん、そいつ。あ、本当ですか。その拳装備したやつは大体ペロるよな。そのキャラ強いですか？これやばいよ、マジで。本当ですか？だって3桁のダメージ大体食らないもん。本当ですか？大体2桁で収まるよな、本当に。めっちゃ使えるじゃないですか。めっちゃ強いよ、こいつ。ただやっぱガレアよりは、やっぱな、劣るよな、どうしても。あ、来た！これがめんどくさいのよね、結構ね。こいつのビーム当たったらもう即死だからね、ほぼ。あ、本当ですか？こいつのビーム、紫色の変なやつ出してきたら、もうやばいから。え、こいつめっちゃ逃げないですか？逃げるよ。スキル使ったら逃げるよ、こいつ。あ、やっぱりですか？え、戦ったことない？戦ったことない？戦ったことはあるんですけど。いまいち特性がわかんない。あ、そういうことか。こいつスキル使ったら結構ね、あの、エスケープみたいなのするよ。テレポートみたいな。めっちゃめんどくさい、こいつ。そう、だから、あのな、白猫って、結構スキルで遊ぶゲームなのに、それを使わせないっていう敵だからな。ストレスがたまる敵だから、これ。だって、白猫って結構スキルでこうさ、爽快感を得るというかさ、そうです、ね。そう、そのキャラの醍醐味じゃん、それが。それを使わせなくさせるっていうのは、なかなかこう、なかなかね、ファンキーな敵から出してきたなっていう感じだよね。やばい。この鏡を壊すとスキルが使えるわけよ。あ、なるほど。そう。だけどその鏡を壊そうとしてスキル使ってもこいつら逃げるからな。あ、そうなんですよ。これ一人やったんだよ、これ。結構だるくない？これ。これ、一人。これ一人よ。昔はだってこれ協力できないから、ここ。ああ。超だるいっしょ、これ一人は。結構むずいです、これ。これむずいっしょ、一人。はい。あ、行った。くらえ。やばいやばい。うわ、そのビームやばい。さ、すげえ。今超ファインプレイだから、正直。俺今ヒットポイントゼロになったからな。すげえ今のヒロ君のサポート。ビビったんだけど。今年一番ですごかったもん、マジで。これたまにね、鏡壊しても逃げるときあるからね。そう、だからよくわかんないんだ、こいつ。あ、死んだな、多分これで。うわ、生きてやがる。終わった。お疲れです。お疲れ様です。いや、結構余裕だったな。二人だと、やっぱり。そうですね。ハイタッチ！ハイタッチ！あ。いやー、よかったわ。3回来ちゃったな。
そうです、うん、これヒロ君のこのさ画像はなこのゾンビみたいなゾンビなのこれ、この顔ゾンビですね、いやよかったな、ちょっとあとは喋ろうか、なんか適当に、そうです、ね、うん、いやー久々のこのヒロ君との協力バトル、久々に早くやりたいなと思ってたんですけど、やっと、いややっとできたよな、本当に本当そうですね、あ、ちょっと待って、ミルクティー飲ましてミルクティー大好きですねミルクティーがだって一番多分世の中の飲み物でうまいよな、ミルクティー、あれはうまいですけど、あれうまいでしょ一番でしょ、だってヒロ君だよ、まあ、俺の中でも一番ですね、でしょやっぱ分かってる、さすがだねいやーやだな、この後憂鬱なんだけど、このあの、NHK のこの多分今玄関の前で待ってるからな今待ってんですか、待ってる、待たしてるもん、あ、それちょっと30分待ってくれって言ってるからすごいでしょ、すごいですね、うん、待ちますね関係ないからな、普通にもえ、で払うんですか、いやだって俺今金持ってないから払えないからな、もんなしだから、今一文なしだから、明日給料日だから、あ、そういうことですか、そう今払えないから手持ちに金持ってないからなって言うって言うなるほど、そうそうそう、まあまあ、あのね、良い子のみんなは真似しちゃダメだよ。これ、払わなきゃいけないですからね。NHK 受信ではね。ヒロ君もちゃんと払わなきゃダメだよ。それは。いやー。うわ、俺そうだ、さっきガチャも回しちゃったんじゃん。忘れてた。そうです。爆死したんだよな、俺。爆死っていうか3回しか回してないから、なんとも言えないけど。うん。いやー、まあなー、よか、楽しかったな、ヒロ君な。おー。やべ、なんか、いきなりあれでスカイプのね、この電波がくっそ悪くなったの。はい、超をね、今、幻のね、音量で聞こえてる。幻レベルの音量で聞こえてる。すごいよ。俺ぐらい耳が良くなかったら結構聞こえないからな、これ。いや、今結構マシになったな。いやー、ヒロ君とスカイプ、久々っていうか、久々の協力だったから、ちょっとテンション高くなってガチャ回しちゃったのが、今効いてきたな、だいぶ。ボディーブローのようにな。え、もうこれからずっと武器ですか？武器だな。やっぱデレバでやりたいでしょ、これちょっと。あ、でもデレバでってやるとさ、また100連敗とかしちゃうんだよな、多分。武器ガチャマジできついよな、ほんと。無理だな、これ。そう、みんな言ってますからね。いや、ほんとにな、武器ガチャほんとに鬱陶しいからな、今。いや、どうしようかな、食べようかな、チャグマまで。それがやっぱ一番賢明でしょ。うん。と思うのよ、俺。とか言って。え？とか言って、からのでしょからのでしょまあまあ、します。武器ガチャ回します、それは。じゃあ、いや、ヒロ君もじゃあ一緒に回そうよ、したら。武器ガチャ。武器ガチャですか？うん。ヒロ君がじゃあ10連したら俺も10連するよ。何その、だるいなーって。だるいなーみたいな感じで今伝わっちゃったよ、だいぶ。いや、ちょっと武器ガチャこ怖いんですよね。武器ガチャ本当に、あれ失敗した時の心の痛み半端ないからな。本当そうですよ。うん、でも出る人は出てるんですよね。あのな、出る人はな、俺の会社のね、あの人は、あの、2連続星4来て、はい、その後また2回後に星4来たからな。え、武器ですか？武器。二連続で星4来て、そのまた2回後に星4来たからな。ほぼ3連チャンみたいな。やばー。やばいでしょ。しかも全部違う武器だから。いい？そう。全色違う武器で来たからな。マジか。やばいよ、それ。そういうの聞くと引きたくなるんですよ。うん、そうそう。じゃあ引いちゃおうかなっていう。引かせたいなっていう。今結構誘惑してるんだけどね。ちょっと一回引きます。あ、一回引きます。貯めてたんだ。あったんだ、違う違う。あ、今。いや、俺とスカイプした時に聞くと結構いいの出るっていう、あれあるよ、多分。だいぶ。
本当に。本当に来るから。キュンは間違いなく最低でも来るよ、本当に。うん、それは間違いないでしょうね。じゃあ、うん、さっき。ちょっと行ってみ。行きます。試しに行こう。うん、楽しみだな。金出るだろうな、多分。データダウンロード、イエーイ。お、来た！マジ？金でしょ？金。うわ何？マジかよ。何だった何だったなんか氷の剣です。あー、え、氷の剣え、何、ソフィーのモチーフじゃないの？いやいやいや、そうか。氷の剣って、あ、何、シャークブレードみたいな。そうです、そうです。いや。見た目は星4のやつです。見た目は星4。てか結構見た目は星4のやつ結構あるよな。ありますね。俺な、星2のな、ランスのやつが結構見た目星4じゃねこれって、ベノムスピアみたいなやつが星4に見えるんだよ。あー、ありますね。あれ、絶対星4だな、あれ。マジで。あ、ごめん、ちょっと、さすがに俺の力ではやっぱり金にさせることが限界だったな。今の俺の運では。あ、本当、まあ、金だけでも楽しませてもらった楽しま、はい、俺は自分で3連続銀積もってるからな、さっき銀は本当にえぐいです。銀をえぐい、えぐいってか、あのね、白猫のガチャってもうちょっと確定演出とかやってほしいよな、本当に。あ、なんか欲しいですね。そう、レインボーとかさ、あ、金の上みたいな、もう確定みたいな。そう、ないもんな、金になったところでって話じゃん、正直。ほんとそうですね。ほんとそうなのよ。二択なんで。二択なんでね。そう、せめて五択ぐらいに増やすよな、ほんとに。もう金、銀、銅、レインボー、なんかよくわかんない色みたいな。いや、まあじゃあ、今日はこの辺にしときますか、ヒロ君ね。そうですね。うん、ちょっと俺待たしてるしね、人を。ね、ある人を待たしてるしね。ある人を待たしちゃってるんで、そうですね。楽しかったね。ただいぶ楽しかったです。またやろうね、ほんと。また、今度はね、今度ヒロ君がそのマリオネットの、ツインのマリオネットをヒロ君が出したらもうやろうか、それ。もう絶対、ね、手伝うからもう。お願いします。うん、うん。その時はまた行ってね。はい。うん。じゃあまた今日はね、ありがとう、本当に。ありがとうございます。うん、楽しかったよ。楽しかった、だいぶ楽しかった。うん、バイバイ。バイバイ。うん、じゃあね、お疲れ。お疲れ様です。おい。